森田先生、はい、奇遇ですね。奇遇じゃない。こんなところで何してるんですか。見てもらう。どこ？ここここ。立教大学。どうしたんですか、こんなところまで。分かって TV と違って僕ら入れますから。そうなんです。では行きましょう。はい。はい、始まりました。モチチャンネル。さあ、今回はですね、スペシャルな感じですね。平野誠也、僕もいます。はい、はい、今回はですね、立教の入試センターにやってまいりました。前回ですね、平野さんが立教大学の入試についての動画を出したんですけども、はい、そしたらですね、違うという連絡がそんなんじゃないよ違うよ、ちょっとちょっとっていうですね、連絡をいただきまして、広報課長の和田さんにおいでいただきました。ありがとうございます。こんにちは、立教大学入学センターの広報担当の課長をしております和田です。よろしくお願いします。はい、お願いします。すごいですね、なかなかないですよ、 YouTuber が大学の内側に入って取材ができるなんて。そうですね。ほんで今日はありがとうございます。とんでもないです、よろしくお願いします。はい、はい、どうやって知ってくれたんですか。立教の入試の動画の再生数すごい伸びてるっていうのが、はい、まあ僕も普段よく調べてて、はい、それでお二人の動画を見て、はい、当時2万か3万ぐらい、はい、それを見てたら、あれちょっとこれ英語の換算のところとか、はい、あれちょっとこれ情報違うんじゃないかなと思って、はい、でそれを見た後にございません、キラさんに連絡しちゃいました。うちの会社に電話がかかってきて、はい、最初すごく怒られるのかなと思ったんですよね、はいはいはい、もう苦情の電話かなと思ったら、はい、すごいポップで明るい感じで、取材に来てくださいよみたいな感じで、僕はもう最初もう一つ売ろうと思ってたんで、なんで僕は嫌だって言ったんですよ今日はちょっと立教大学の入試についていろいろ伺っていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。この動画を見たら全てが分かるようにしますからね。じゃあまずですね、入試形態についてちょっと聞いていきたいんですけど、共通テスト利用っていうのと一般選抜があるっていう感じでいいですか。はい、立教は冬の入試のことを一般選抜っていうふうに言うんですけど、はい、一般選抜の中に共通テスト利用入試と一般入試って、この2つがあるっていうふうな考え方ですね。結構そこのところで、その英語の換算のところがちょっとごっちゃになってたんで、今日そこはぜひクリアしたいなっていう。なるほど。共通テストの時の4技能、そして一般の時の4技能のもの、違うよっていうとですね、はい、はい、分かっていればいいと思うんですけども、改革自体、どうしてやろうと思ったんですか。これ、だいぶ大きな改革だったと思うんですけど。そうですね、改革は大きく2つやっていて、はい、1つは全ての入試の日程を全学部日程、1日1つの好きな学部学科受けていいよ、だから極端な話、毎日法学部法学科を5日程連続で受けてもいいよっていう風に変えたんですね、まあ、これは、ね、受験生にとってすごい柔軟に日程を組めるっていうメリットがあるんで、まあ、立教をどうしても受けたいっていうファンは毎日受けてもいいですし、地方から出てくる方なんかは早稲田とかを受けるときに一番最後の日程にどうしても経済学部受けたいんだっていうのをね、組んだりとかできるメリットが。僕は鹿児島出身、受験生の頃立教の入試で確か2月4とか5とか6ぐらいに僕が受けたい学部があったんですよね、はいはい、僕が実際早稲田で入試を受けに来るのがもう2月もう中旬以降になるわけですよ、はい、だから立教大学受けようと思ったらもう本当に2月のもう頭から2月の後半までずっといないといけないから、なかなか受け入れなかったんですけど、全学部入試が5回もあるってなると、これどっかに組み込めますよね、受験旅行の中でね。すごく受験旅行っていうんですか、受験旅行って言わないですどっかに組み込めるから、これはチャンスが増えるよなというのはすごく特に地方の子にとってはあるのかなというふうに思いましたね。そうですね、まあ、受験生にとってメリット大きいと思います。そうですね、確か2月4日から十何日までってずっと入れないですもんね。なかなか大変ですよ、うん、ホテル代とかも大変ですし、そうなんですよ、勉強の、ね、ものも全部持ってきたり服持ってきたり、その通りなんですよね。そんな風にはいかないですからね、うん、なるほど、じゃあそれはだいぶ便利だった。これが一つ目ですね、はい、二つ目が英語っていうところで、はい、今までの一般入試でいうリーディング中心の英語の試験っていう当日受ける試験っていうのをやめて、4技能の外部試験を全面的に導入したっていうのが改革の二つ目になりますね、うん、はい、いいですね、これもね。これは一体なぜそんな、まあ、これ結構暴挙とか言っちゃいけないです暴挙まあこれも結構聞かれるんですけど、はい、志願者を増やしたいからとかっていうことではなくて、はいはい、まあ、そもそもあるのは立教が2020年度に英語のカリキュラム改革をしたんですね。はいはい、もともと比較的上位の大学の中では英語の基礎力を高めるっていう点で必修で週に3個もあるとか、うん、必修で3個もある、まあ、理学部とかね、理系の学生もこんなにやるのかっていう、ね、声も上がったりします、まあ、ディスカッションで必修で入れてる大学さん多いと思うんですけど、はい、立教の場合は英語のカリキュラム改革で英語のディベートを1年生秋学期に必修で入れたんですね。必修で1年生全員がやるっていうのはおそらくなかなか日本の大学でもやってるとこないのかなって、うん、
で2年次校は、まあ、ここからは必修じゃなくて自由科目になるんですけど、クリルとかっていうのでいわゆる学部の専門を英語で学んでいくっていう風なカリキュラム改革をした。なので入試のところでも少し英語に4技能のマインドを持っている受験生に来てほしいっていうので入試の改革を行ったっていうところにつながってきます、ね、はい、あと例えば入試本番実力があるのにちょっとなんか相性悪くて、はい、若干実力通り出なかったなとかっていう人も中にはいる。でも英検だったら2年間スコア使えるっていう風に、まあ、あと共通テスト使ってもいいですよ、ティープもいいですよってするとそれだけあれば一発勝負じゃないという良さ、うん、自分の一番実力が出せたものが合否に使ってもらえるっていう一発勝負じゃない良さもあるのかなって言えると思います、はいはい、そうですね、そう考えると優しさありますよね。優しさあると思いますね、はい、共通テスト使えたりいろんな4技能入試使えたりで何回もありますし、でそれぞれの一般入試もいくつもあるっていう形で、その日にああ体調かとかってなった人でも、うん、まあ、大丈夫ですね、はい、じゃあ各入試深掘りして聞いちゃいますか。そうですね、じゃあ、はい、入試深掘りかな。僕入試深掘りかなんですよ、はい、深掘りしてください。ここからが僕が前回動画でミスっちゃったところも絡んでくるんですけども、はい、まず入試スタイルには2タイプ大きくあると、共通テスト利用方式と、うん、それから一般入試方式ということですね、うんうん、はい、でこの共通テスト利用入試なんですけれども、これは3科目で受けれますよということですよね。あと国公立を受けるような人は受験しやすいように全ての学部で6科目型っていうのもあるんです。 あります、はい、多彩ですね、はい、そんな中で私文って言われる子たちですよね、私大文系と言われる子たちが受けるってなると、まあ、基本的に国語、英語、社会が多かったりすると思うんですけれども、はいはい、まあ、その中で国語とか社会とか、まあ、いわゆる選択科目ですね、うん、それは普通に共通テストの点数が採用されるとして、うん、英語がちょっと特殊なんですよね。そうですね、共通テストとオプションで4技能試験を提出してどちらかいい方を点数で採用することができますよっていう方式だと思うんですけど、はい、ここちょっと詳しく伺ってもよろしいですか。共通テスト利用入試でも外部試験使うようにできますよっていう風に変えたんですね。英検以外の、まあ、TEEP だとか GTEC も使えますし、全部で7つ使えますね。で換算得点も出してるんですね。換算得点をこれを一般入試の換算で勘違いされる方いるんですけど、うん、換算で出してるものは共通テスト利用入試の換算 ですよね、こちらは共通テストの英語の点数200点満点に対して持っている例えば英検のスコアがだいたい共通テストだったらこのぐらいの点数ですよっていうのを立教の方で専門家集団が算出して統計処理をして換算するっていうのをもうこれこっちは公開してます。なので基本は共通テストの英語の点数に合わせていくっていう考え方ですね、うん、なのでこちらは換算を出せるっていうルールになってます、はい、ただ共通テストは受けてなきゃいけないですね。もう英語を受けなくていいわけじゃないですよね。そうですね、一般入試と違って共通テスト利用入試の方はあくまでも共通テストの英語があってプラスのオプション的な考えなので必ずやっぱり共通テストの英語は受けてないといけない。これ重要ですからね、はい、だからカレーみたいなもんですよね。どういうこと？だからカレーライスがあってエビフライをつけることはできるけど、うん、エビフライだけ頼むやついないじゃないですか。共通テストがある上でオプションとして4技能の点数も提出可能、うん、でどっちかいい方を採用しますよという考え方でよろしいですか。はい、そうですね、その考え方。カレーの例えですとかね、カレーどかして結局エビフライになっちゃうカットかなそうね、はい、確かに。で英語 その共通テストは絶対受けなきゃいけなくて、でリーディングリスニング両方の2科目が両方ですね、はい、立教の場合はもう比率はそのまま100点100点で合否判定します。あとねよく聞かれるのが、はい、順位級落ちたんですけどとか級にこだわる人がいるんですけど、はいはい、級はね関係ないんですね。スコアだけしか見てないので CSE の4技の合計のスコアだけを見るので、うん、準1級を落ちた時のスコア、2級を合格した時のスコア、どちらでも別に構わない。落ちてても提出できるんですか。あ、そうですね、とにかく4技能のスコアの証明書を使うっていうことなんで合格不合格は関係ないっていうことですね。で次に一般入試に関することを伺いたいんですけど、はい、まあこれは立教ならではだと思いますよね。まず全学部入試がマックス5回、文学部になると全部で6回まで受けれちゃうっていうのは特殊な形態だなというふうには思うんですけれども、うんうん、科目に関することを伺いたいんですけれども、うん、国語と選択科目はいわゆるもう大学側が用意された全学部入試の問題を受けていくっていう形ですかね。そうですね、当日一般入試は昼集合ですね、一時集合一時集合で当日は2科目受けると、文であれば国語と日本史とか、まあ、選択科目2科目を受けるっていう形になりますね。英語に関することがやはり皆さん一番伺いたいことだと思うんですけれども、ね、はいはい、さっきの共通テスト利用もいわゆる共通テストもしくは4技能で点数を出しますよっていうことだったんですけど、うん、この一般入試も共通テストと4技能どっちでもいいですよっていうことなんですか。そうですね、これは共通テストと若干考え方は違うんですけど、はい、共通テストの英語を使ってもいいですし共通テストの英語
英語と英検と GTEC3 つ出して構わないですし、そこはもう並列関係なんですね、うん、その中で一番合否に近いものを大学側の方で自動的に採用するっていうやり方になってます。共通テスト利用の方は共通テストに合わせて換算、あ、おっしゃる通りです、ね、森田先生のおっしゃる通りです、はい、一般の場合はそうではない、そうですね、共通テストに合わせるっていう形だと英検で2300点の人も2350点の人も同じ満点扱いになっちゃうってことですよね、はいはいはい、共通テストの満点と同じぐらいの、一般入試の方はもうこれは2300点の人と2350点の人は必ず差がつくように、出願してもらった人上から順に点数をつけていくっていう形になるので、必ず差はつくっていう形だから、こっからが満点っていう考え方はないってことですね、なるほど、これ重要ですね、一番上の人が1位なんだっていうことですよね、点数、そうですね、そういう考え方ですよね、それが分かりやすい、そこから基準にして細かい点数刻みで差がついていくってことですよね、その考え方が分かりやすい、結構緻密なんですね本当に、そうですね、もうそこはもう専門家集団が、確かにそうしておかないと、まあ、共通テスト満点で例えば準1級満点の人も同じになっちゃうみたいなことが起こっちゃいますかね、そうですね、共通テスト満点と英検1級満点が同じっていうふうには、そこは公開はしてないですけど、やっぱ差がつくような形にはなってるってことですね、本当で、こちらは別に共通テストを受けてなくても出願は可能なんですよね、可能ですね、ですよね、はい、英検だけで出す、はい、そういうことも可能なわけですね、そこが先ほどのやつとの違いですかね、そうですね、ですよね、はい、で、先ほどのやつは共通テストに合わせていく形になるから、うん、点数の換算が公開してありますと、で、一方で一般入試の方は立教独自の計算方法で、こちらはちょっと非公開ですということですかね、そうですね、出願来ないと分かんないところ、まあ、そうですよね、1位が何点になるかみたいなところって、ね、開けてみないと分かんないですもんね、おっしゃる通りですね、出願揃ってから上から順に偏差値換算していくっていう考え方になりますね、でもそれでもやっぱり受ける人たちはどれくらい取ってたらいいんですかっていうのは知りたいところであると思うんですけどね、一番生徒たちから多い質問が合格最低点が分からないよ先生みたいなところがあるんですけど、なんかないですかね、それは確かに今回入試改革してどのくらいだったら受かったのとかってすごいやっぱ質問よく受けるんですよ、問い合わせで、今回概要欄に貼ってもらいますけど、入試ガイドっていうですね、大学の公式のガイドブックなんですけど、こちらの3ページも記載してるんですけど、合格者の合格最低点英語の情報を一応掲載してあります、全ての学部を丸めた形になるんですけど、もう4ページ合格最低点のところで英検のスコアでいうと1950点、共通テストでの合格者の場合だと 70%、 共通テスト200点満点の素点でいうと140点ってことですかね、ここがこの前の入試での一応合格最低ラインであったっていうのは公開してますね、これちょっとざっくりしてますよね、もうちょっとなんかないですかね、他の大学さんだと結構ガイドとかにももっと細かいこう、そうですよね、合格最低点平均点とか出てる、立教テスト出してない関係で、まあこれもちょっと概要欄に載せておきますけど、まあ私ども大学の教職員がで予備校のこう秋以降のガイダンスなんかではもっと細かい合格最低点とかの情報を伝えてるんですね、個別の対応もしてるので、ちょっとそういった立教のイベントにちょっと顔を出してもらえるといいかと思います。それも普通の受験生たちがもう普通に参加できるものなんですか？あ、普通に参加できます、はい、親御さんだけが来るとかっていう人も中にもいるので、もっと細かい情報を一応そこではお伝えをしていきます。来いってことですねぜひご参加ください。聞きたかったことがあるんですけれども、はい、全学部入試がもう5回とかあるのに、うん、なぜ文学部だけ従来通りの入試方式を残されたんですか？文学って結構昔からある学問で、立教もやっぱ昔からある学問でリーディングを論文とかでも重視するっていう考えがあるんですよね、はい、なので文学部の考え、まあ、教員たちの考えで従来方式のやはりリーディングを重視した当日来てもらって普通に受けるっていう英語の試験を文学部だけは残したっていうところにはなってきますね、まあ、だからリーディングを重視するっていう考えが文学部にはあるってことですね、リーディングすごい頑張ってるっていう子も立教は受け皿として文学部ちゃんとそういう従来方式の試験もあるので、そちらでも一応チャレンジできる場を残したっていう風に捉えてもらえれば、ただそうすると文学部は一般を絶対受けなきゃいけないっていう、そうでもない、そういうことですよね、そうじゃない1回回数が増えるってことですからね、そうですね、なので中には文学部を従来方式で受けつつ4技能を使って当日2科目で受験するっていう新しい方式で2日程を併願するっていう人もいますね、そういうやり方もできます。なんでマックス6回受けれるわけですよ、ね、6回受けれます。発表はそれぞれバラバラではなく全部ちゃんと比べて1回 で、ね、あ、そうですね、合格発表はまとめて統計処理をして1回の合格発表、この6回の方式 の全部こう合わせてですかね、それぞれに6回合格者とかっていうのじゃないですよね、そうですね、全部まとめて合格発表です、はい、それ間違いないように気をつけてください。いや、よかったですね、平さん間違った情報言ってたおかげで、うん、そうですね、怪我の功名今日これで正しい
い情報がねみんなに伝わってもらえればいいんじゃないかなと思うんで、いやわざわざ今日はねお時間ありがとうございました。とんでもないです。はい、また引き続きぜひ野球選手の和田に似てるって言われたりしますね。和田だけに言われますね。ちょっと言われる、言われる時あります。そうだと思いました、やっぱり、はい、それがずっと気になってました、うん、はい、まあ、和田選手は早稲田ですけどね。あ、そう、じゃあ立教が出願しやすくなったんじゃないですかね。で、まあ、概要欄にいろんな情報貼ってありますので、そちら参考にしてもらって受けてもらえればいいんじゃないかなと思います。立教の入試公式について聞きました。ありがとうございました。ありがとうございました。